ではいろいろな楽器がいろいろな音色を奏でています。森の米さんの曲に乗せてそれぞれの楽器を紹介しますので、音色や特徴をお楽しみください。まずは木管楽器から紹介します。最初はフルートです。フルートは優雅で透き通った音がします。小鳥のおしゃべりのような森のクマさんをお聞きください。次はクラリネットです。クラリネットは柔らかいビロードのような音がします。優雅なワルツ風の森のクマさんをお聞きください。次はオーボエです。オーボエは明るくはっきりした音が出ます。表情豊かな旋律やエキゾチックな曲がよく似合いますので、アラビア風な森のクマさんをお聴きください。次はサックスです。金色に輝くサックスはとてもおしゃれな音がします。甘い音色でロマンティックな森のクマさんをお聴きください。伸ばしたり縮めたりして音程を変えます。西部劇風の森のクマさんをお聴きください。次はホルンです。ホルンは狩りに使われていた角笛が起源とされており、ベルが後ろ向いているのが特徴です。タンゴ風の森のクマさんもお聞きください。Thank you.
色が特徴です。表情豊かな旋律がよく似合いますので、演歌風の森の熊さんもお聴きください。協力し合って作り出される吹奏楽の響きをお楽しみください。